こんにちは。原発ゼロまで、あしゃちゃんあと何日？21日。ぶー。12日。ぶー。11日です。1と1で1出して、うん、1出して、11日でーす。もうすぐですね。これはあいさちゃんが書いたライオンでーす。というわけで今日はですね、たまには画家なのに絵のことないのかよっていうことで、絵を描いている姿をですね見ていただけたらいいかなと思います。道中つぶやきますね。この最初自費出版で出した原爆と原発が、これはペラペラなんですけど、豪華ハードカバーとなって9月の末にできるんですが、その表紙の原爆の記憶と原発の記憶を思いを、追悼碑として、感じて未来に伝える、この主人公の石の表情が最後ね、デザイナーさんが作ってくれた表紙のゲラを見てたらちょっと書き換えたいなーっていう気がして、わがまま言って入稿をちょっと伸ばしてもらってですね、絵を描き直させていただいております。どんな顔にしたいかっていうことをですね、つぶやきながら描きます。アトリエでメロウな曲が流れてます。この怒りの顔だったんですけどね、なんか私が思うにもうちょっと柔らかい顔をさせたいなと思ったんですね。もう2年経ってきてどんどん状況は悪化してるんですけど、ずっとプンプン怒るの疲れてきたなっていうことが私自身の心にあるのと、いろいろ電気、あのさ、原発なっつっても電気いっぱいだと思うんだけど、今はもう原発ほとんど動いてないよ。何機動いてると思う？1機。詳しいね。ママが聞いてるのもいつも見てるもん。あ、ママの原発ゼロへの道いつも見てるからね。ちなみにママ食べてたし。あ、それ聞いてんだ。どう思う？アイシャちゃんは正直原発とか作ってきた大人とか。アホじゃないの？今日も。なんで？あのさ、高等大で見たら自分の分ないよ。原発作って安全な都道に住んでてもまた原発広まるんでしょ？うん。だったら住む世帯でなくなって自分の重い病気にたたるかもしれないのにさ、いちいちでアホなことをしてるの。本当だよね。今さ、原発をさ作ってきたさ、東電のさ、あの会社の偉い人たちがさ、どんどんさ安全なところにって言ってさ海外に引っ越したりっていうこともあるらしいんだけどさ、ねえ、まずさ、日本政府とだにさ、教えるのが先だよね。自分を言う前に何を教えるの？で、あのさ、原発あるとだってさ、原発あったらさ自分たちも大変だしさ、他の人たちも大変だよ。海がさ汚されちゃうとさ、お魚食べれなくなる。お魚食べれなくなるしさ、引っ越した先でもさ食べるものなくなっちゃったりもするのにさ、とんでもないことをしちゃったよね。責任取れんのだな。責任って？みんなにバレて責任取るっていうことになって責任取る、取れないのは当たり前、なのにさ、なんて言っちゃったの？責任取るって言ったってさ、病気になった子供たちのさ健康な体を返すの？どうやって責任取るってこと？だってさ、アイシャちゃんだってさ東京から引っ越してきてさ、友達とかだっていたじゃん東京にさ、彼氏だっていたしさ。ま、振ってたけどね。ひど
と言い方だね。モテるからってね。でもそういうお友達と離れることとかさ、責任取ってどう返せるの？友達なんてお金で返してもらったって困るしさ。うん、完成しました。